Sharp has announced new fans with built-in ion generators. These models include the Slim Ion Fan, which is a tower type, and the 3D Fan, which features 3D motion. The tower type Slim Ion Fan has a triple sensor for temperature, humidity, and sunlight. This is used to optimize the fan's automatic operation. This stylish model, which also has a touch sensor, is for release on the 15th of May. It'll be priced at around 40,000 yen.Or $500. とにかく長い間当たっていただいても体に優しい、そういう風を作ろうということで、ここの部分にファンがございまして、こちらからずっと要は風を長く取ることで、速い風速を少しずつ落としながら、でそれを押し出すような力に変えながら遠くまで飛ばしていくという考え方の商品にしてございます。今回こちらの商品は DC モーターを使ってございますので、非常にきめの細かい風量調節が可能です。1段階から一応32段階までということで、超微風からですね、非常に強い風まで自在に作ることができます。で今回はこれをタッチセンサーで使えるような形にしておりますので、軽く手で触れていただくだけで風量調整が可能になってございます。それから扇風機だけでなくてイオン発生器としてもお使いになることができます。そのプラズマクラスターの効果を一番出していただきやすいように、例えばお部屋のですね、浄化したい場合はこういう形でお部屋のモードで空気浄化モードを入れていただきますと、お部屋全体に効率よくイオンを送ることでお部屋の空気浄化ができますよというモードが入ってございます。 The 3D fan can move through 90 degrees left to right, 10 degrees downward and 90 degrees upward, so it can send air containing ions through a large space. This model will be priced around 22,000 yen.Almost $300. It'll be released on the 18th of May. 直進性の強い風を遠くまで送るという、非常にコンパクトなサイズなんですけれども、あのサイズで要はエアコンと一緒にサーキュレーター的なお使い方をしていただくということも含めた扇風機でございます。非常に長い距離を飛ぶといわれているアホウドリの羽の形状を今回は採用していますので、非常に変わった形ですね、特技な形をした羽を使ってございます。これは細くて非常に鋭い羽を使うことで、ファンの形状は非常に小さくて18センチしかないんですけども、遠くまでですね、約10メーター先まで風を送ることが可能です。